菅原喜十郎は日本の政治家、衆議院議員、同志社大学進学部卒業、東山町長を経て1979年の総選挙に当時の岩手2区から出馬するも落選。翌1980年の総選挙でも落選し、民社党に入党して1983年の総選挙で初当選した。 しかし民社党が社会党や公明党、社民連との野党連合路線に向かうことに反発し、1992年3月に民社党を離党。自民党入党を目指して、加藤むつグループに入るものの、翌1993年の総選挙では、自民党の公認を得られぬ学まま部所属で戦うことを強いられる。定数4の岩手2区は定数を3に削減された。 上に、民社党も独自候補を擁立、自民党を離党して、新政党を結成した、小沢一郎の大量得票も影響し、落選に終わった。加藤らも新政党に合流するとこれに従い、新進党にも参加、1996年の総選挙で、新進党の比例党北ブロックに搭載されて、国政復帰を果たす。 新進党回答後は1998年1月の自由党結成に参加し、2000年の総選挙でも比例党北ブロックで再選される。2001年8月、衆院議員勤続10年をめどと考えていた。今後はライフワークである学術著作に専念したいとして、衆議院議員を辞職。 2017年4月29日付の春の叙勲で、朝日中受賞を受賞。2019年6月26日、慢性呼吸不全のため、自宅で死去。92歳遺没。死没日をもって、14人に除される。次女の佐藤直美は、菅原の公設秘書を務めた後に、温泉旅館、神倉のお神となり、 2012年に実施された第46回衆議院議員総選挙において、岩手3区から日本未来の投稿人で立候補したが、民主党現職の木川田徹にぶれ落選した。長男もおり、自身の葬儀で模試を務めた。ありがとうございます。